ございます。幹事社の山陽新聞です。これから指示定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いします。ではまず指示からの発表がありますのでお願いします。はい、私から今日3点、発表項目ございます。1点目ですが、他県と連携した各消費拡大イベントおよび共同維持フェアの開催について、でございます。この度広島県、宮城県、そして宮城県の3県が主催をいたしまして、それぞれ夏季の魅力を首都圏で PR するために12月20日に東京の有楽町にあります東京交通会館で夏季共演イベントを開催いたします。当日のイベントでは広島夏季生産対策協議会が夏季バター焼きなど4500食を無料でご提供をいただけるということがあります。また広島ブランドショップタウなどが出店をいたしまして、地元物産品の販売も行う予定にしております。それから同日にですね、同じ東京交通会館の12階で広島県と宮城県が共同で移住フェアを開催いたします。両県は地方ブロックの中枢拠点制を有しているというところで、本県で先般改定としましたチャレンジビジョンに掲げております都市と自然の近接ライフ、この実現が可能という共通点があると思ってまして、広島県の呼びかけによってこの共同移住フェアを始めて開催をするというところに至ったものであります。本県の夏季を大消費地であります首都圏で PR することで夏季の消費拡大を図ると、同時に広島県で暮らす魅力をしていただければというふうに思っております。2点目、イクボス普及啓発動画コンテストについてであります。日本創生のための将来世代応援知事同盟、これ私も加盟しておりますが、この知事同盟で、今年の5月に次世代の育成と男女が共に働きやすい社会の実現を目指して一致してイクボスになり県庁から変えることというのをですね、宣言をしたところであります。これを受けまして、この度本同盟ではイクボスの普及啓発拡大に向けた共同事業としまして動画コンテストを実施をするということになりました。12月1日、今日からですね、動画の募集を開始をいたしますので、たくさんの皆さんに応募をしていただきたいというふうに思っております。今回の動画コンテストをきっかけとして社会全体で働き方の見直しやイクボスに対する理解が進んでいくことを期待しております。今回は僕が踊らなくていいということで期待をしております。はい、それでは3点目、県庁内保育施設の愛称の県民投票の結果なんですが、先般ね、お願いをしました広島銀行と県で共同で設置をします、事業所内保育施設の愛称の県民投票ですが、昨日の17時に投票を締め切りまして、最多の投票を集めたのは、いくちゃんちでありましたので、いくちゃんちに名称は決定いたしました。実は名付け親はですね、広島市にお住まいの小学校2年の女の子でありました。広島県の子供広島県の子供元気いっぱいのキャラクターのいくちゃんの家に行く気分で使う子供が楽しくなるといいなという思いを込めて応募されたということであります。この愛称とともに、この新しくできます保育施設が県内の乳幼児が楽しく通ってもらえる園にしていきたいなと考えているところです。また工事につきましても、今東側に行っていただくとですね、ご覧いただきますが、3月開園を目指して順調に進んでいます。写真も資料の中に入ってますけど、一般の方を対象にした入園説明会も、今月の12日に開催する予定にしておりますので、
入園を検討をしてみようという方や事業所内保育施設に興味のある方はぜひおいでいただければと思っております。なお今回の県庁事業所内保育施設は複数事業者で共同設置をするという点と、定員の一部を地域に開放することで、事業所内保育施設が認可を受けると、認可を受けるということは、助成を受けられるということになるわけですが、この2つのリーディングケースとして設置をするものであります。で、県内各地での開設も進んでいるところでありまして、今後とも県内企業における開設を働きかけてまいりたいと考えております。はい、よろしいですか。私からは以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。いいでしょうか。NHK の小山と申します。よろしくお願いします。はい、夏季の消費拡大イベントなんですけれども、今年は、はい、解禁も1ヶ月遅れて、消費がちょっとその数字は見ていないんですが、伸び悩む恐れもあるところだと思うんですが、そのあたりについてはどうでしょうか。そうですね、ただ、少し遅くはスタートしてますけれども、広島県の夏季はどちらかというとやはりこう後半戦に向けてですね、こう増えていくということもあり、またみりんについてはですね、少し待ったということもあって、出荷の当初からこうしっかりとこう入ってまして、平年を回るような生育状況でもありますんで、そういう意味で順調に生産出荷も進んでいるというふうに思っています。これからが勝負どころなので、これまでの栽培によるですね、生産の制約っていうか、出荷の制約っていう問題もありますけれども、ぜひ、できるだけ、この本格的なシーズンに向けてですね、美味しい牡蠣を提供できればと思っているところであります。他にありますでしょうか。